グアムの首都ハガニャのラッテストーン公園にあるもの、北マリアナ諸島の旗、ラッテストーンとは、グアム、サイパンなど、マリアナ諸島に見られる、産後石でできた、石中群である。9世紀から17世紀にかけて作られた、チャモロ人の古代チャモロ文化の遺跡である。古代のマリアナ諸島の王、タガニチナミ、タガストーンと呼ばれることもある。北マリアナ諸島の旗にも描かれている。 形状は、針木と呼ばれる直立した石柱の上に、ダサと呼ばれるお椀型の石が乗ったキノコのエリンギのような形をしている。グアムの首都ハガニャのラッテストーン公園にあるものは1.5メートルほどの高さのものが6本ずつ2列に並んでいる。テニアン島には高さ5メートルを超える巨大なものがある。ロタ島にはラッテストーンを切り出した石切り場が残っている。 ラッテストーンが何に使われたものかは17世紀後半のスペインによるマリアナ諸島の侵略により古代チャモロ文化が途絶えてしまったためよくわかっていない宗教施設や破壊し建造物の土台説などがある近年ではインドネシアのボロブドゥール遺跡にアウトリガーのついた外洋帆船とともにラッテストーンと思われる石柱の上に建造物が載っている壁画があることから 建造物の土台説が有力となっている。先住民は、ラッテストーンには、タオタオモナと呼ぶ祖先の霊が宿っているとして、近づこうとしないという、ありがとうございます。